ホーム右は宿直用施設。短い方のホームに6時20分発の電車が停車中こと電子戸駅は、香川県佐野岸市戸にある高松琴平電気鉄道、市戸線の駅である。駅番号は S15、市戸線の終点駅である。短式ホーム一面二線を有するが、基本的に南側の一線のみ使用する。北側のもう一線は、夜間の車両留置用に使われ、 6時11分発の2番列車はこちらの線から発車する。こちらの線は線路がホームから宿直用施設への渡り、廊下で区切られて短いので2両編成でも河原町方線等の運転室扉がホームからはみ出る。運行上の特色として2020年11月27日以前のダイヤにおいては早朝及び深夜の列車を除いて 下り列車の到着後1分未満で折り返し、上り列車として発車するダイヤが組まれていた。このため、乗務員は、下り列車が当駅に到着し、ドアを開ける操作をした直後に、駆け足で移動し、反対方向の乗務員室に乗り込んで、すぐドアを閉めて発車する光景が見られる。なお、2020年11月28日の、 ダイヤ改正で日中時間帯以外の折り返し時間が1分に、また日中の運転本数が削減され折り返し時間が11分に、それぞれ拡大された。木造平屋の駅舎を持つ地上駅である、友人駅。便所は、かつては薄暗くあまり清潔でない組取り式であったが、現在は推薦化され、新築されている。元の便所は閉鎖された。 なお、上記宿直用施設の便所は現在でも組取式で、現在の駅舎ともども建て替えの計画がある。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。